はい、どうも、細 P です。さて今日はですね、iPhone 13 Pro Max で色選び悩まれている方いらっしゃると思うんですけれども、実機でですね、この13 Pro シリーズのカラーをですね、まずぜひ堪能していただきたいというところで、Apple Store 店内で撮影したものと、あとはこの目の前にですね、シルバーと新色シエラブルー、この2色がありますので、プロシリーズの全4色の実機撮影というところでね、皆さんに見ていただきたいと思います。ということで本日も行ってみましょう。細 P チャンネル。はい。では、まずですね、オーソドックスな土定番のね、シルバーですね。これ私今回選択した色になりますけれども、こちらご覧ください。はい、見てください、これ。シルバーというか、もはやですね、白っていうね、開封動画のところでも言ったんですけれども、本当にね、白っぽく感じるような、そんな色合いになっております。ただ、長く使っていくというところでは、落ち着いた癖のない色ですから、あとはケースを合わせやすい。いろいろなものを合わせやすいっていうところですね。これが大きな特徴かなと思います。もちろん透明で合わせてもいいし、例えば私は今赤とかね、使ってますけれども、そういったものと合わせても、そんなに違和感はないかなというところです。はい、これはね、プロシリーズのね、このサイドのステンレスフレームというところも非常に高級感っていいんですけれども、カメラレンズもね、なんかこのシルバーとこの黒というところでかなり強調されるようなね、そんなように映るかもしれないんですけれども、かなりね、いいですよ。シルバーってそんなに私使ってきてない色だったんですけれども、今回ほどシルバーが、いいなと思ったのは初めてかなというところです。はい、これがシルバーですね。で、ちなみにこのシルバーも Apple Store の店内で撮影したものがですね、こちらです。はい、こんな感じでですね、光に結構強く当たると、本当に白です。本当に白。シルバー感は、サイドのフレームに関しては、シルバーだなというのは感じるんですけれども、背面に関してはですね、光に当たると、もう完全に白という感じですね。背面から見た時には、そんなにこうギラついてる感じはないので、落ち着いたカラーに見えますかね。はい、ということで、これがシルバーということになります。はい、ではね、次行きましょう。次はね、ゴールドです。これ撮影してきたものを見てください。どうぞ。はい、こんな感じでですね、ゴールドも、シルバーと結構似てはいるんですけれども、黄色みがかったような感じで、ステンレスのこのサイドのフレーム、これを見ていただくと、あ、ゴールドだなというのが、お分かりいただけるかなと思います。で、今までのゴールド、前作のゴールドって、もっとなんかね、こう、金ピカにギラついていたようなイメージがあるんですけれども、今回のゴールドは、シルバー寄りというのかな、結構落ち着いた感じになっております。ゴールドで結構迷ったんですよ。私もゴールドにしようかシルバーにしようかね、迷って最終的にはシルバーにしたんですけれども、これゴールドでも良かったんじゃないかなと思うようなですね、美しさがあります。高級感ありますね。ラグジュアリー感があるというか、宝石を持つような感覚があるのが、ゴールドカラーなのかなと思うんですけれどもね。はい、ゴールドですね。一番最初ね、予約開始になった直後は在庫がね、実は一番あったのがプロシリーズゴールドだったような記憶があるんですけれども、今回これ実機を見たらですね、ゴールドでいいんじゃないかなと、ゴールドにしようかなと思う方結構ね、増えたんじゃないかなと思います。それぐらいね、ゴールドのイメージは私良くなりました。で、実際ですね、実機を見たうちの妻も、ゴールドにした方が良かったかなって思うぐらいですね、ゴールドの魅力はあったというふうに言っております。ということで、こちらゴールドですね。迷われてる方ね、ゴールドにしちゃってもいいんじゃないかなっていうね、そんな魅力あるカラーがゴールドということになります。はい、では次、グラファイトいきましょう。グラファイトはこれ12 Pro の時にですね、私グラファイト使っていたんですよ。はい、こんな感じでね。で、グラファイトは今までスペースグレイっていう色から、名前が変わってグラファイトになったわけなんですけれども、その時からですね、やっぱりね、この黒系ね、なんか好きだなと、美しいな、かっこいいなと思っていたわけなんですけれども、今回、さすがにグラファイト続きすぎたので、やめようと。グラファイトにしたい気持ちをですね、抑えてやめたんですけれども、とりあえずね、Apple Store で撮ってきたものをご覧ください。はい、こんな感じで光に当たると、やっぱりグラファイトも落ち着いた、なんていうのかな、高級感あります。で、カメラレンズが今回かなり大きくなってますので、そのね、カメラレンズ黒いでしょ。で、黒とグラファイトの黒というところが、違和感なくマッチングしてるかな。で、光に当たるとなんかね、前作の12シリーズにありましたけれども、パシフィックブルーのようなカメラバンプのところが、そんな色味に見えるんですけれども、サイドとか全体のバランス的にはね、黒をね、基調としたね、かなり落ち着いた色味になってるんではないかなと思います。で、これもですね、透明のケースとかに合わせやすいですし、白っぽいケースケースとはちょっとね、相性的にはいまいちかなとは思うんですけれども、黒で統一するような感じでケースを選んでみてもいいのかなというところですね。どちらかというと、黒系で合わせると、かっこよく決まるようなね、そんなカラーがグラファイトかなと思います。はい、グラファイトね、最後までね、迷いに迷ったんですけれども、今回は真逆の色、白系の色に私は行ったんですけれども、グラファイトも毎年落ち着いた感じで、非常におすすめのカラーかなというふうに思います。はい、では最後までね、ちょっと引っ張ってしまったんですけれども、新色のシエラブルーですね。これね、実機で今目の前でお見せしたいと思います。こちらですね、Pro Max が今回ね、シエラブルーにしているんですけれども、これね、ホームページとかのイメージとだいぶ違いますのでご注意ください。あんまりブルー感がないんですよ。どちらかというと、グレーかなっていうような、そんな色味になっております。はい。で、この室内で撮っている時と、Apple Store のですね、結構明るい、ね、光に当たった状態と、また見え方っていうのは変わってきます。で、今、実機でね、室内で見ている感じだと、このような感じ。水色とも言えないし、グレーとも、言い難いような、なんとも言い難いようなカラーになっておりますけれども、ギラギラしたりとか、そういう色使いではないので、これもケースは合わせやすいですね。透明にしてみたりとか、今回ね、後でちょっとケース出しますけれども、うちの妻はですね、あえてピンクと合わせてます。はい、そんな感じでですね、ケースも意外と合わせやすいのかなと思います。では、Apple Store 店内で撮影したものを見てください。どうぞ。ほら、見ていただいてどうですか？なんかちょっと白っぽく見えるような感覚もないですか？ブルーって言われて、あ、ブルーなのこれっていうようなですね、見え方がするんですよ。で、ちょっとね、サイドも見てみても、なんとなく青みは見えますけれども、シルバーって言われても、なんか錯覚してしまうような、そんな色使いになっております。ただね、Apple のこの新色というところに関しては人気がね、集まるでしょう。この新色に合わせたようなケースとかも出てきておりますので、とりあえず色選びに悩んじゃったらね、新色行こうかなっていうのも選択としてはね、悪くないかなと思うんですけれども、屋内で見るときと屋外で見るときとね、あとは光の当たり具合によっては結構ね、見え方が変わってくるのかなっていうのが、シエラブルーと。毎回ね、Apple のね、新色ってそんな感じで仕上げてきているんですけれども、やっぱりね、新色っていうところには魅力は感じますよね。はい、ということでこれが新色シエラブルーということになります。細Pチャンネル。はい。ということで本日は iPhone 13 Pro シリーズのカラーですね。カラーだけに特化した動画ということで、一切スペックのこととかね、何も話していないんですけれども、色選びの参考になると幸いです。はい。ということで、このシリコンケースと合わせたらね、どんな感じになるのっていうと、はい。こんな感じで、シルバーとプロダクトレッドのシリコンケースを合わせてみると、こんな感じにね、見えるわけですけれども、いかがでしょうかね。白と赤。どちらもね、原色のような色ですけれども、はい。悪くないと思いませんか？これ赤。今回ね、プロダクトレッドの赤も若干ね、黒みをね、強くしたようなカラーになっておりますけれども、シルバーと合わせるとね、こんな感じになります。そして、シエラブルーと今回はこのピンクですね。はい。こういう組み合わせもどうかなと思うんですけれども、つけてみて意外と、悪くないかなと。ここのカメラバンプのところね、覗いた感じ、ピンクもですね、ちょっと白が強い感じ。どちらかというと白系のピンクになりますけれども、それと合わせるとですね、このような見え方になるよというところです。こうやってね、使ってるところを見たときにね、全く違和感はないかなとは思いますけれどもね。はい。こんな感じで、純正のですね、シリコンケースと合わせてみても面白いかなというところで、これからね、選ばれる方、すでに予約してね、今かとね、待っている方もね、いらっしゃると思うんですけれども、今一度ご自分の選ばれたカラーとか、これから選ぶ人はですね、どの色にするのかなっていうところを、今回の動画を参考にして決めていただけると大変嬉しいです。ということで、本日の動画役に立った、面白かったと思っていただいて方はぜひね、チャンネル登録と高評価の方お願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。